チョリスキトシとユキトです。チュンチュン。なんていうか忘れちゃったんだよね。あ、今日何するのか言って。今日は暑すぎて、昼間は絶対やりたくない作業だったからずっとやらないで来たんだけど、もう4年前ぐらいに買った植木鉢っていうのこれ、植木鉢の土の詰め替えをしようと思って枯れる前にちゃんと入れ替えをしようと思ってYouTubeを回します。初体験だからどうしていいかわかんないんだよけど。やったのちゃんと復習。パートナーはピュータンでパートナーはピュータンです。いや復習じゃない予習かできてる。イメージだけできてる。ちょっとじゃあイメージ発表してもらえる？じゃあ最後まで見てください。まずここにこれがあってで今ユキナのイメージの話でしょ。そうだよ。古いこの土を根こそぎ搬入する。根こそぎ搬入して、で、ていうかさ、そもそもさ、どうなってんのこんなか。だってさ、埋まっちゃってるじゃん、この、そもそも。とりあえずこれ、引っこ抜いてビクミン、引っこ抜かれて、で、土をこの木の根元から剥がして、で、この中にこの新しいこの土を入れて、で、この根っこを埋めて、軽い鉢底石。え、違う。あそこの兄さん、これ先に入れる。え、どっちだっけ？この軽い鉢底石を下に 2、3センチ入れて土入れてこれを埋め込んでって感じ。イメージできた？できた。やっちゃおうぜやっちゃおうぜ。マジでやる？今日さネイル変えたばっかなのよ。あとこれ虫とか大丈夫？いやそれはわからない。ネイル変えたばっか。ここのさベランダもさ IKEA で買ったんだよね。そうだね。その YouTube やったじゃんね。全然やってないじゃんね。それではスタート。こういう YouTube ってさ結局さ夜さみんな寝る前とかに見るからさそんなに声張らなくていいんだよね。わかる。でも声張らないとなんか元気が出ないみたいになるじゃん。確かにね。とりあえずまず手袋はめたら。うん。ああ。ハサミ必要だね。必要だよ。守られてるネイル。初めてやるね。初めてやるわ。でもこれからもっともっと増やしたいよ。そうだね。植物新しい仲間増えてるからね。そうだよ。これでさ一発やっといてさ風が涼しいね。これさ太陽の下でさ昼間やったらやばいよね。やばいね。この時間帯ナイスだな。ナイスな時間帯、ね、ちょっとついてるけど気にしないで。じゃあいくよ。いいよ。けどまあ多分ハサミも必要だね。ハサミ必要なの？だってそれ土切れる。袋の土切れなのでしょ。ちょっと持ってくるね。りーちゃんとまかちんは今もうご飯を食べております。観葉植物で全く興味なかったので観葉植物を増やしたので植え替えとかもやっていこうと思ったので。進んだ？えなんで何すんの？全然進んでないじゃん。こうやってまず剥がさないと。 MC してた。待っててって言われたから待ってた。喋って。あそう、はいじゃあお願いしますね。袋の中でやってる。そうだよね。あ剥がしやすい袋。違うそういうやつじゃないよね。めちゃくちゃ面白そう。おお、やる気出てきた。任せろ。俺に任せろ。今これを思い出した。幼稚園の時からやるじゃん。そんななんか苦い思い出があるの？めちゃくちゃ出てきたんだもん。美味しい。それを投げる男子たちってあの時本当に全員そうだった。口悪いな。え絶対やばいよこれ見えた。IKEA出せる気なの。ついてる。誰か引っ張ってる。下から。下から。うるせえよな。やれよな、早くさっさ。いや、大丈夫、大丈夫。心の声聞こえてるよ。大丈夫、大丈夫。12分で何も進んでない。編集で早送りしてもらおう。お。いや、あのね、ちなみに俺、風下にいんだけど、全部飛んできてんだよ。どう、取れたんじゃない？いや、いや出産でいうと、もう赤ちゃん出てんのにへその緒がこれ中にいっちゃってて取れない感じ。じゃあお寿司屋さんのお寿司屋さんで言うのグリってやって食べる貝わかる？サザエさん。あ、サザエのつぶやきあるじゃん、あれグリってやるじゃん。好きなんだけどあれ、グリってやってんのにだからずっと取れない感じ。サザエのつぶやき。これ何これ。そこもう手突っ込めってこと。だね。あ、何？これ木出ちゃってんじゃん下から見て。それ誰かやっぱりいたと思うじゃんそりゃ。見てよこれそこから底抜けやライン。知ってる人は知ってる。でもジェネレーションギャップ。ボキャブラ天国世代の人は知ってる。出ちゃってる。出ちゃってるね。これ何これ。底抜けやライン。抜群。年バレるよね、完全にね。ね。35歳。そこのケアラインさん取れた。言いたいだけじゃん、言いたくなっちゃってるじゃん。取れたんだけど、どうしたらいいの、これ。そしたら今度土をわちゃわちゃして剥がす。ここから？はい。そうそう。うわ、無理かも。根っこをなんか。箸箸。箸。ラピュタみたい。楽しい。ラピュタ状態。楽しい。楽しくなる。普通にめんどくさ。スタートからずっと愚痴言ってやってるけど大丈夫か？でやめよう。観葉植物を持ち話聞いてるって言うじゃんよく。そうだよね。心込めてやるわ。うん。ちゃんと話しかけて。今日ね、君はずっと植木鉢の中で家の中で育ってるかわかんないと思うんだけど、今日ね、あるね、ちょっと大きめのね交差点をねこう車でね渡ろうとしてたわけよ。そしたらね、いわゆるまあ白バイっていうね白のバイクに乗ったよね警察の人がねこう車を中心にこうね交通整備みたいのしてたわけ。天気予報の気温でいうと36度だけど、実際の温度は体感はもう多分38度ぐらいの勢いだったよね。そんな中さ、外に立ってさ交通整備をしてるわけよ。で今日思ったの、白バイに乗ってるさそういう警察官ってさ、でっかいヘルメットかぶって、ついでかくはないけど青いジャンプスーツみたいな結構なんか強めのやつで、それにブーツじゃん、でそれに黒いサングラスじゃん。それでさ、まさかのさ、マスクをしてたわけじゃん。うん、あの草ってなんかね、もうさ、着ぐるみと同じぐらいの勢いの厚さだなと思って。周り見た、人間誰一人いないわけよ。だってさ、交差点のど真ん中でさ、車を中心にさ、整えてるわけだから、あれさ、マスクする意味ある？待って、愚痴？これクレームじゃないのよ。クレームじゃない。あのおじさんの心配をして言ってるのわけよ。うん、あの後ネイル行ったじゃん、うん、ネイルの時にすっごいそれ思っちゃって、誰もさ人間いないわけだからさ、別によくねって、うん、具合悪くなるじゃん。あんな氷点下の中さ、ピッ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 ってずっと鳴らしてたでしょ、あの上鳴らしてたね、プールの観察員みたいな感じで。氷点下ってなんだっけ？灼熱の太陽の下だから炎天下だよね、絶対。そうそう、すごいなと思って。どう、ラピュタはなんかさ、トイプードルがさシャワー浴びた後みたいになったら、あ、取れたじゃん。オッケーオッケー。これでいい？うん。どうしたのみんな。ここさ、風下なんだよね。風下って初めて聞いた。いつもさ、もんじゃとか言ってもさ、絶対風下にいるよね。オッケー。本当にいいの？うん。なんかこんな苔とかいらない？ほこりみたいな。大丈夫。それね、ちょっとなんか切ってあげるといいらしいよ。その多いところはあの根っこを切っちゃっていいらしいよ。そうなの？うん。けど切りすぎたら成長しなくなっちゃうらしいから、切りすぎダメだよ。食べちゃった？ペーしな。オッケー。切ったねえからペーしなよ。食べちゃったの？ジャリジャリしてる。いや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 、やめなよ。ペーしなよ。そこでペーしな。ペーしなよ。でも切れって言われたら切っちゃうから。やばいね、日がもう見えなくなる前に終わらさなきゃ。俺ら引っこ抜かれて夏休み、今年はもうコロナも落ち着いたから、みんななんかすごいにぎわってるよね、お外がね。カラスも鳴いてるし、みゆきはずっとケツ向けてるし、みんな夏休みは何をする、どこに行く、何食べる。夏休みみゆたんの2日オフでちょっとだけ1泊2日でちょっと旅行に行くんだけど、その動画も回しちゃおうかなと思って。よし行くぞ、よし行くぞ。電気もね車もね、なんとかなんとかなんとかで、ほら東京さ行くだ、知らない？知らない。まず軽いハチバチ、そこ石、これをねこれ入れるから、ここに。こんな感じ。鉢植えの比例品、鉢植えの必例品、根腐れ防止に軽くて崩れにくい、通気性排水性に優れている。こんなのあるんだよ。でもこれ全部入れちゃえ。全部入れちゃうの？ネットって何？熱湯式、その上に軽いネットなんてなくなかった？ない。まあいいか。ちょっとだけ土入れるね。入れた。そしたらそこにこれ入れて。どう？でこれ安定しないでしょ？うん、そしたらなんか、これで脇をガサガサやって。脇？そう縁。こっち？そう外。そしたらどんどん下に沈むんだって。あ、そういうこと？空気抜くってこと？なんか根の間にどんどん入れていくんだって。すごい。それをなんか繰り返すと安定するって。すごいじゃん。知ってんね。そしたらなんか土がちょっと下がりますって言ってた。下がってる。そしたらもう一回砂を出します。どう？すごいね。安定感ある。もうちょいだね。白くなってたね。ね。もう土が。どう安定してる？うん、してる。なんか変だと思ったらさ、ここに入っちゃってたの。え？ほら。なんか変だなと思ったの。今まで気づかなかった。気づかなかった。ってなんかさ、前のめりじゃん。嘘。でほら。大丈夫で、これちょっと曲がってんだこうやって。ああ、そうだね。そもそも曲がってたでしょ。ちょっと曲がってたね。これが。うん。出っ張ってんだよね。生き返ってくれるといいね。ね。はいどうも MC の木下IKEAです。今日はですね、タコライスを作りまして、今子供たちが食べていますんですけども、私ももうお腹が空いちゃって、ちょっともう秋が来ちゃっておりますけど、もうちょっとお付き合いお願いいたします。夏仕様にしました。こんな感じです。水あげるぜ。お願い。生き返って。生き返ってください。できた。じゃあこれで一回水をたっぷりあげたので、水がいい感じに土に残るように待ちたいと思います。ちょっとたっぷりお水を与えて、ブランドでだいたい3時間ぐらい。そうだね、3時間ぐらい。乾かしたから。今から植物屋さんにね、すごいなんかおすすめられたマイプランツっていう長く丈夫に育てるタブレットなんだよね。これを4粒ぐらい入れちゃおうかなと思って、バークチップって言って装飾用みたいな、よくあるじゃんね。これを土を隠すみたいな。ああ、土隠す。うわっ、ザッツ。うわ、ザッツ。ああ。どう？なんかそれなりな感じになってる。それなりな感じになった。見て。ほら。それなりだね。なんかもうちょっとやってもいいのかな。3、4cmほど。なんて？あ、そうだね。3、4cmほど。なんて？眠いよね。3から4cmほど開けて、隙間にパークチップを敷き詰めるんだって。ああ、じゃあ詰めちゃっていいってことだね。パークマンサー。どう？いいんじゃない？だからやっぱ土の量も良かったんじゃない？ね。観葉植物などの装飾に、冬場の保温保湿に、果実の傷み、腐食予防に。泥跳ねによる病気の予防にだって。すごいね。ね。こんな感じで初観葉植物鉢植え替え成功。おやすみ。お願い、もう一回育って。大丈夫かな、本当もう。でも死んではないもんね。うん。言ってたもんね。うん。芽出てきてるでしょ。芽出てきてる。新しい芽。うん。Thing to defend. Look, it's Santa. I'm gonna live my life. You can't change the past.